エネミーを発見。を確認。どうだ。サプレッションです。攻撃が集中しています。狙いは定めました。恐縮です。倒しました。サプレッションチャンスです。この調子でいきましょう。いいかな。少々手荒でしたかね。マフです。分かったわ。応援してますよ。定めました。整いました。最高です。アファッシュ、力になれてよかった。最高です。定めました。ありがとう。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいので。弱ってるわよ。今がチャンス。わよ。いいかな。楽勝でしょ。わかった。敵がいます。狙いは定めました。攻撃が集中しています。攻撃が集中しています。グレネード投擲。
らいなさい。分かったわ。弱ってるわよ。今が投げるわ。行きますよ。グレネード投擲。すごいな。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。レアアイテムですね。おめでとう。目的地に到着しました。おめでとうだ。お母さん、ただいまです。気をつけろ。何を言ってるかわからないが、有効的な反応ではなさそうだ。どうしたのです？この人たちは私のマスターと友達ですよ。レイちゃん、あれが何て言っているかわかるの？私たちが入ってはダメ、排除すると言ってます。早速戦闘か。行くぞ。
れます。弱ってるわよ、今がチャンス。これで弱ってるわよ、今がチャンス。グッジョブ。強いわね、この敵。何発当てても HP が減らないわ。確かに強い。いや、強すぎる。こいつはおそらく。撤退しよう。俺たちは何か選択を間違えたんだ。このエネミーは倒せない設定になっている可能性が高い。強制撤退イベントってやつだ。無茶よ、ここから脱出なんて。ログアウトする時間も稼げないわ。 UFG を使えばいける。このくらいの高さなら乗り越えられるはずだ。片手で UFG を使えばもう一方の手で誰かを連れていけるだろう。そうしたら二人生き残れる。連れていくのは決まってるでしょ、レイちゃんよ。私は残るわ。私は戦います。マスターを守るのが私の役目です。いや、アバシスでは火力が心もとない。大体あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それにキリトさんには悪いけど、私はあのエネミーを倒すつもりよ。決まったな。さて、もう一暴れするぞ。了解。発動。くそ、俺たちがエネミーを引きつけている位置に行くんだ。強制撤退イベント、キリトがそう言ってたの。たまにあるのよね、イベントフラグの回収を失敗して強力なトラップが発動したりとか。まず倒すのが不可能な敵が現れたりとかね。今回もそうだったんじゃないかな。レイちゃんもあまり気にしなくていいわ。キリト君たちならそろそろ帰ってくるわよ。アスナの言う通りだよ。このクエストは何度でも挑戦できるみたいだしさ。ただいま。お、ぴったり。さすがアスナさん。ああ、もうちょっとで倒せると思ったんだけどな。いや、あれは絶対 HP ゲージがゼロにならない仕様だって。おかえりなさい、キリト君。クレハもナイスファイトだったね。ありがとう、アスナ。もう話は聞いているのね。
終わったことなんだから気にしないの。謝るくらいならパーッと美味しいものをおごってよ。そりゃいいな。この前変な店を見つけたから行ってみようぜ。でもその前に反省会だ。 SBC フリューゲルの中に入るには私たちに何かが足りなかったってことだよね。でも一通りのクエストはこなしたはずだけど。アファシスのパーツが不足していたのかな。パーツは全部集めてもらったのです。じゃあ他にパスワードとか鍵を手に入れる必要があるとかだな。クエストの流れから言ってアファシス自体が鍵のはずだよ。すでにアファシスを連れて SBC フリューゲルに入っているプレイヤーも複数いる。困ったね。アファシス、君は何か…ごめんなさい。マスター。あくまで情報収集の責任は自分にあると言いたいんだね。確かに、NPC にミッション失敗の責任を負わせるのは筋違いだ。原因の究明も大事だけど、次の挑戦のことも考えようぜ。そうだな。一度街で情報を集めてみようぜ。俺の可愛いタイプ B ちゃんなら何か知ってるかもしれねえし。お前、まだ口説いてんのか。ま、それはそれとして、別に情報を当たってみるのはいいアイデアだ。私も周りの人に何か知ってないか聞いてみるよ。フリューゲルを目指してる人結構いたし。私も噂話を集めるくらいならお手伝いできます。SBC フリューゲルに入っているプレイヤーの数から考えて、ヒントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね。情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない。料金がほどほどならだけど。こうしてみると、レイちゃんだけに頼りすぎていたかもね。これからは自分たちでも情報を収集しましょう。そうね。レイちゃんもあまり気にしちゃ、あれ？レイちゃんは？変だなぁ。さっきまで僕のそばにいたんだけど。レイちゃん？レイちゃん！どこにいるの？いない。どうしよう。落ち着いてくれ。きっと大丈夫。さっきまでここにいたんだもの。すぐ近くにいるわ。だがこんな話の最中だ。ちょっと買い物に出たというわけでもないだろう。まさか家出？家出かどうかはわからないけれど、レイちゃん傷ついてると思う。自分の力不足で迷惑かけるなんて、もし私が同じことをしちゃったら落ち込むわよ。そういうことならさっさと探しに行こうぜ。ったく、あいつは天然だから面白いのに、失敗の一つや二つでくよくよするなんてよ。ああ、落ち込む気持ちもわかるけど、失敗したらもう一度挑戦すればいい。アバシスにそれを教えてやらなくちゃな。キリト君の言う通りよ。みんなで手分けすればすぐに見つかるわ。そうだな。アバシスのマスターは君だものな。うん、話すのは君じゃなきゃダメね。だけど探すのくらいは手伝わせて。そうよそうよ、私たちだってレイちゃんの仲間なんだから。
レイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはず。みんなでグロッケン中を回りましょう。見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすから、みんなもいいよね。了解です。